スモスケースから出らないスタロフ。定格となりましたので講演会を始めさせていただきます。皆様こんにちは。こんにちは。本日はお忙しい中、第10回地域づくりマネージャー養成塾公開講座にお越しいただきましてありがとうございます。私は昨年から、この会に塾生として参加させていただいております島田麻里でございます。本日は司会進行を務めさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。はじめに皆様にお願いがございます。携帯電話の電源はマナーモードか電源をお切りになるかお願いいたします。それでは早速始めます。本日の主催を代表いたしまして副都心黒崎開発推進会議会長の上野義隆より挨拶をさせていただきます。上野会長お願いいたします。皆さんこんにちは。もう日も高くなりましたのでこんばんはよりもこんにちはの挨拶が適当かと思います。本日はですね、本年度の、地域づくりマネージャー養成塾の最終日であります。本来先々週ですか、大西先生をお招きした公開講座を予定しておりましたが、あいにくの天候によりましてこの最終日に、大西隆先生をお呼びして公開講座を行うことといたしました。先生は非常に学術会議の会長であられまして非常にお忙しい、ところを縫って、この黒崎のためにおいでになっていただいております。本来はですね、大会議場で何千人と集めて講演をしていただかなくちゃいけない先生なんですけども、穴蔵のような、狭い会議室でですね、人数も何千人とはいきませんが今日は お集まりの方は皆さん精鋭が揃っていらっしゃると思っております。先生のお話をお聞きしてですね、食いついてください。あと先生にいろんな質問をしていただいて、黒崎のために役立つようなことを期待する次第であります。最後までですね、熱い講義になりますことを記念しましてご挨拶させていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして今回のマネージャー養成塾塾生を代表しまして塾生代表でお二人の方に、この研究発表と申しますかご自身の活動の取り組みですね、取り組みなども踏まえてパワーポイントを使って発表していただきます。上野義隆、寺下龍馬、お二人の方にお願いします。